谷達弘通算2勝15敗勝率。118防御率 3.94。野手陣はさすがに全員土下座謝罪すべきでは。伝説の投手になれるぞ。その防御率で勝敗逆もなくはないからな。負け運や。負ける星の下に生まれた男。山賊打線。2勝20敗とかになってほしい。このペースで行くと20勝する頃には150敗しとるわけやしとんでもないよな。和製メルセデス。川越は1年で15敗したぞ。横浜山本翔吾みたい。言うほど悪くはないんやけどな。勝てないせいで余計にペース崩してるところあるわ。打工の門倉と違って打引くの年やから。防御率的には5点台ぐらいやぞ。そりゃ負け越すわ。ぜひこのまま負けを増やしていってレア記録作ってほしい。仮に負け運なくても5、6勝しかできてないというね。セーブでなけりゃ中継ぎ降格してる。2000年代の防御率やん。現代野球は打工球場でも3点前半じゃないと。さあ、隅田選手はここから勝ち星を伸ばすことができるんでしょうか。皆さん、どう思いますか？ご視聴ありがとうございました。